業と技、人のなす技が業を生むなら、業を滅するのが用銀の技だ。業という仏教用語は、カルマというサンスクリタの漢訳ですが、カルマの元の動詞はクリで行う、する、なすという意味ですね。何かを行いますと結果が生じます。つまり原因を作りますと果、結果が生じますね。因果の法則ですね。私たちが経験をしたときに、あれやこれやの執着、愛着とか、憎悪嫌悪とかを抱くものですから、それが記憶エネルギーとして残って、その次また同じことをしたいとか、したくないとか、愛着、憎悪を繰り返してしまうわけですね。それが積もり、積もって、その人を左右してしまいますと、それは業が深いということになるわけですね。ところが何をするにしても執着しなければ執着によって何かをする、愛着する、嫌悪するということはなくなりますので業がなくなってしまうわけですね。一般の人たちが生きている人生というものは、業を生むための、執着を生むための経験のようなものですが、すべての業、執着を滅してしまった生命活動をしている人たちがいる。それこそが、用銀の技、生命活動だ、ということをここでは言っているわけです。